サイクラム、または1、4、8、11テトラアザシクロテトラゲカンは、化学式2の有機化合物である。水に溶ける白色の個体である。団員管理ガンドとして著名で、多くの繊維金属価値音と強く結合する。1、3、ジブロモプロパンとエチレンジアミンの反応で、初めて生成された。異性体の一つであるトランスクリプションネッキル2の、 構造作体は4つの第2級網を持ち、そのため NH 中心の配坑によりいくつかのジアステレオーマーが存在し得る。また、作体は5因間と6因間の交互のキレート管を持つ。強く関連するリガンドであるサイクレニオンは C2N2M のキレート管のみを持ち、正方形の平面作体を形成しない傾向がある。正方形平面の金属サイクラム複合体の 異性体金属サイクラム複合体は、第2級アミンの脱プロトン化から、酸化分解されやすい。これにより NH 中心が、第3級アミンに置換されサイクラム誘導体が、形成される。例えば、ホルムアルデヒドとギ酸によるメチル化で、テトラメチル誘導体が容易に形成される。サイクラムのこれらの酸化的な誘導体は、多くの金属を多いに体を可能にした。 ありがとうございます。